エーナは第8地区に赴き、その地区の巡回を始めた。第13地区で待機していたソレに同行を要請して、共に巡回をしてもらうことにした。第8地区に着いたエーナは、辺りを見渡して静けさを感じていた。ここでの手配で先に何人かいるはずなのに。誰もいないの？そのようです。自分たち以外、誰もいないと思われます。自分には、天使というものがわかりません。なので、エーナに天使というものを教えていただきたいです。うん、まあいいよ。私もそんなに知らなくて、聞いた話になるけどね。何買います？え？どこにいるの？エーナはカリを見回しているが、何もなかった。あの建物の脇から、殺気が来ます。ソルはそう言って、とっさにエーナの前に出て、敵の攻撃をいなした。はあ、助かった。ありがとうね。いいえ、これくらいは大したことないです。それよりも自分たちはかなりの数に囲まれていますよ。本当だ。これって明らかに私たちが来るって知っていて仕方できているわよね。私たちだけでは手を打てないわ。撤退しましょう。敵の全てがさっきの程度の相手なら自分になら対処できます。突破口を作るくらいはお任せください。わかったわ。お願いするわね。二人は第13地区への道に向かって突貫を仕掛けた。ソルが言っていた通り、敵の力は思っていたよりも強くなかった。それもあってか、エーナとソルは二人の力でなんとか脱出できたのであった。しかし、向かった第13地区もあまり状況は変わらなかった。あなたはどうして？なんなのこれ？エーナとソルが見たのは、気を失っているリコと衝撃を受けたらしい跡が何箇所もあるルナの姿だった。そして目線を少し右に動かすと、彼女らを狙っている一人の女性がいた。女性はエーナに気づくと声をかけてきた。来ましたね。あなたがエーナさんですね。あなたは確かココネの次女です。覚えていただいてくれて何よりです。ただ私はあの時に名乗り忘れてしまったようなので、あなたにも改めて名乗っておきましょうか。私は秋三宅の次女、カブラキアヤメと申します。キコ、お見知りおきを。そう名乗ったのと同時に、ソルはアヤメが刀を抜きかけたのを見逃さなかった。その一瞬でソルは彼女の刀を受け止めた。さすがにすごいですよ。これがヤマトの侍なのですか？私の剣を払うとは、あなたもすごいのですね。あのアヤメさん、これは一体どういうことなの？私たちは共に天使と戦う味方同士じゃないの？これはお嬢様、ココネ様からの命令です。あなたたちを天使の拠点へは行かせてはいけないと。それで私たちの邪魔をいきなりしてきたのね。まあこうも露骨なことをされるとは思わなかったわね。できれば抵抗しないでいただけると。そんなことで私たちが止められるとでも？その力、さすがですね。申し訳ございません、お嬢様。エーナの一撃でアヤメはなす術もなく一撃を受けて気絶させられた。一気に肩をつけすぎたかな。さすがサーロ、すごいですね。私の力なんて弱い方だよ。そう言ってエーナは彼を見渡して、何も起きそうにもないことを確信して安堵した。ユーナちゃんが心配だけど、リコちゃんたちの手当てをしようかな。ねえ、ソルは手当ての仕方ってわかる？自分は兵器開発が担当なので少々苦手ですが、なんとか頑張ってみます。まあいいか。それじゃソルはルナをお願いね。承知しました。とっさにソルにルナのことを頼んじゃったけど、よくよく考えたらルナもソルもマキナドールなんだよね。それなら私じゃルナのことをどうしようもできないから、これでよかったわよね。こうしてエナとソルハリコとルナの手当